なんかいきなりすごいあくびが出始めた。なんか最近あれかな、収録が続いてるからこの時間になるとあくびが出んのかな。飽きてない、飽きてない、飽きたわけじゃないけど、なんかさ、最近多いんだよね。なんか前は、前は配信中に、なんかあくびが出るとかってなかった。絶対なかった。なんなら配信中に眠いって感じることも今まで一回もなかったけど、ここ数日、なんかあるんよな。ここ数日急に、しかも急に来て、で自分的には眠くないの。あくびだけが出るんだ。おかしいよね。自律神経がおかしいのかな。あくびだけが出やがる。酸素足りてない。酸素足りてないかもしれない。もしかして。酸素かもしれん。昨日もさ、実はさ、もうちょっと、もう少し長くやろうと思ってたんだけどさ、なんかね、気が遠い。酸素かも。換気しよう。ウパタ。ウパオウパオ。え、今日はちゃんと、外出たもん。収録で。バッチリ外出た。心臓に負担かかる。マジか。防音室換気悪い。防音室はね、換気悪いよ。防音室は換気扇がついてて、ねえ、この換気扇を動かしてないで入ったままでいると死ぬ。極論死ぬ。ぐらいだから、換気絶対してくださいって書いてある。あうやん。そう。実家に帰るだけ。確かに。密閉かも。でも換気扇一応回してるんだけどね、いつも。換気の注意換気。おいおい、ちょっといるね。いるね、ダジャレの人が。毒でも漂ってる。え、そんなはずないと思うんだけど、毒僕の防音室毒あり。睡眠障害と脳梗塞の疑いがある。何それ、ちょ、怖いんだけど、みんな。何言ってるんですか。ちょ、怖い。え、怖いよ、みんな。何言ってんの。おいおい。今日何時間寝た。え、普通に寝たよ。今日普通に、7、8時間は寝てるはずだと思われる。あれ寝てねえか。酸素吸う？え、このでも酸素吸うやつさ、大昔に買ったんだけど、まだ酸素入ってるかな。だって、半年以上前だよ、確かこれ買ったの。酸欠？マジ？え、やらしすぎ。最悪かよ。使い切ってなければ入ってる。まだあったのか、まだあった。あんま美味しくないな。こんなんだったっけ。ガス漏れ？酸素吸ってみました。酸素決めてみた。酸素決めてみました。酸素助かるの久しぶりだな。声変わってなくない？それヘリウムガスな。ヘリウムガス、ヘリウムガス吸ったことないんだよな、僕。わかんない。ヘリウムガス、こんな感じなのかな。あんま変わんないかな。タバコ？タバコじゃないだろ、どう考えても。僕、喘息持ちだからタバコなどは吸わないよ。タバコナッシング。地声がヘリウム？え、僕ヘリウムじゃねえだろ。ヘリウムガスを吸ったらこんな感じになるさ。なんか今日は、なんか元気ないなとか、え、今多分片手間で僕の返事してるなとか思うと、お前今他のことしながらさ、返事返してるだろうって送ったらさ、うん、ドラマ見てるとかよくある。もうなんか毎日見てたり話したりするとわかるよね。リスナーさんのこともわかるしさ、よう観察しとる。観察する僕、めっちゃ人を観察するタイプ。銀行出たらヤフーニュースに乗る。でもそうかもね。なんかそもそもさ、なんかニュースになってなかったっけ、最初。どっかのタイミングで。時間稼ぐな。やべ、バレてた？
じゃあ50匹釣ったら今日ちょっと一旦やめて明日病院行ってくるわ。50匹釣ったら病院行ってくる。でちゃんと病院の結果報告明日するから、もう絶対に 100% 行く。嘘つかない。絶対行く明日。約束。約束、約束、約約約約約束。全員との不仲説でか。あ、病院行った、病院行った。そう、昨日ねちょっとね、なんか生首が山盛りに出て、ちょっとなんかそのまま結婚しようと思ったんだけど、配信をね。でもなんか、はい、リスナーのみんなに、あの時もっと強く言ってればって、俺たちを後悔させないでくれって言われて、それはそうと思って、ね、ちょっと早めに切り上げまして、病院に行ったんですけど、なんかしっかりした、なんだっけ、調査、検査とかをするから、やっぱそれはなんか大きい病院に行かないとっていう感じなんだけど、多分ね、やっぱりね、酸素不足っぽい雰囲気だったね。まあ、ちょっと呼吸が浅いんじゃないのみたいな、まあ、感じで、命に別状はありませんでした。動物病院じゃねえ、ふざけんじゃねえぞ。